ノーベル賞物理学賞に中村修司氏ら日本人3氏。スウェーデン王立科学アカデミーは7日、2014年のノーベル物理学賞を青色発光ダイオードの発明に貢献のあった赤崎勇氏、天野博氏、中村修司氏の日本人3氏に送ると発表した。受賞式はアルフレッド、ノーベルの命日にあたる12月10日、ストックホルムで開かれ、3氏に賞金800万、スウェーデンクローナ約1億2000万円が贈られる。